こんにちは、もたいです。調子はどう？ブルーロックプロジェクトワールドチャンピオンでまたね、新しいキャラクターが出てきたのでガチャを引いていきたいんですけど、私あんまり最近引いてない気がする。そして今回驚きなのが、ほらキアラくんがおるの。あ、美しきリンくん、やっぱちょっと見とれちゃうよね。でね、リンくんわかるよ、キアラくん、本当にキアラくん、いや嬉しいんだよ、嬉しい嬉しい。いやだってね、だって君、ああ、はい、あの、おでこ見せてくれてる、国神くん。だって、キオラくんってさ、まだ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 じゃん。本誌の方ではもう今ね、すごい活躍を見せていたんですけれども、アニメに出てきたら来てくれるかなって思っていたんですけど、まさかこんなに早いなんて、嬉しすぎるって。キオラくんもね、その、全然、その、私の範疇内だから、本当に構えててほしい。本当に覚悟をしていてほしい。そう、リンくんもね、そう、新しく来てるんだけど、どうかな、なんていうのかな、なんか、リンくんはね、その、差が激しい。全然来ない。いるぐらいの時と、ありがとうございます。大丈夫です。もう、許してくださいって時がある。いや、もう、許してくださいの時、あ、待ってね、まず、破るよ。そう、許してくださいの時には全然嬉しいんだけど、本当に許してくださいってぐらい来る時があるから、ドッキリする。そして、3が確定ということね、どっちが来てくれるかな。今のかなで思い出したんだけど、もたいおじさん構文を読むのがすごい好きで声に出してね。あ、待って待って。そちらでござったか。なるほどね。SSR の方ね。よろしく、これから。本当に、もう休む暇がないと思ってほしいよ。君に関しては。マットレス酷使宣言です。あれ、マットレスだったっけ？まあ、まずね、SSR は当たったので、幸先がいいわ。あれ、おじさん構文の話だっけ？そう。おじさん構文をね、その作るのと、その読むのが、あと声に出すのが好きで、とっても面白いんだ。全然どこでも活かせない特技。特技とまではまだいかないかな。まだ爪が甘い。なんかやっぱりさ、そのもたいがちゃんとおじさんじゃないから、その、なんていうのかな、リアリティが薄いんだよね。その下手に誇張してしまってる気がして、だから全然ナチュラルじゃない。でもナチュラルすぎても、その見せられないんですよ。なんていうのかな、その見せられるエンターテイナー的なおじさん興奮の読み方になるとまたさじ加減がね変わったりするから難しいんだよね。だからそのなんとかかねってやつとかも、その矢印が可視化されるように頑張ってるんだよ。なんかね、たまにね、無駄な頑張りしたい時あるんだよ。どこで使うんだって言われたら仲間内でしかないけど、面白いんだよ、そういった無駄と呼んでもいいのかな、無駄かな、そう、そういったことをやるのがすごく好きだけど、なんかあの今のとこマットレスしか私に振り向いてなくない？いる、そういるよね。ごめん、ちょっと存在の確認だけしたかった。ごめん、私が弱かったから不安になったんだ。いるいるいる。オッケー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 、大丈夫大丈夫大丈夫、信じろ信じろ。あとは回すだけ、あとは回すだけ、あとはもうワンタッチワンタッチ、ゴーゴーゴー。ブルーロックプロジェクトワールドチャンピオン、そうだよ。あと一個思い出したよ。イベントストーリー、今前半と後半に分かれてて、今後半のターンじゃないですか。前半ね、撮ってはいるんですよ。その、40分あって。でも多分普通に読むと19分ぐらいかな。そう。あの、なんかいらないツッコミとかが多すぎて、その、削ったらもっと短くなると思うんですけど、その、自分が適当なこと、あ、待って。生き残るためのボーダーラインを見極める。ブルーロックで俺と。うわ、足先えぐ。すごいじゃん。え、キオラくん、初回登場でもうこのクオリティ？すっごいよ。え、キオラくんって星3位があるのかな。え、いいな。私も登場するんだったら星3だけとかで出てきたい。星3とかなんか SSR とかでカンって出てきて、それ以外はもう出てこないとか。え、それちょっと困るか。キオラくんは出てきてほしい。いいな、かっけえ。かっけえよ。あ、そっか、あとリンくんだ。ちょっとごめんね、あのすごい充実していたからもう終わりかと思ってたけど、あ、指は動いてた、よかった。体はガチャを覚えていて。でもね、さっきそのキオラくんの会話、キオラくんが出る前に喋っていたことはもう忘れたわ。おじさん構文しか覚えていない。その真ん中はもうない。どうしよう。あとリンくんだよね。いや、もう本当にどうすべきか悩んでる。その、また、
し、やだな、深夜のコンビニ。そう。ペイペイとかにお金も入れてないし。まあ、リンくん来なかったら来なかったで、石は全部砕く。サッカーの基本はワンオンワン。ユッキーやないかい。そのシチュエーションに持ち込めば、俺は日本最強だって自負して。かっけー、ワンオンワンエンペラー名乗りてー。かっけー。肩書き欲しいんだって、本当に。だってみんなプロフィールにさ、肩書き書いてあるじゃん。私もなんか欲しいもん。なんか名乗りたい。いや、自分から言いたくない。その、言ってほしい。わがままだけど、だって自分で肩書きは言わなくない？だから、言ってほしい。めっちゃかっけえ名前つけてほしい。今なんだろうな。今はね、今というか、ずっと私、愛しの血を狙ってるものなんだよね。その、愛しの遺伝子が欲しくて、その、尊いものじゃん、愛しの遺伝子って。だから本当に少しでもいい。わずかでもいい。やだな、でも。あ、チャンスが消えた。そうだね、チャンスが消えたものとか、愛しの血を求めるものとか。やっぱかっこいいのがいいな。だってさ、最初のはただの事実でさ、二つ目はさ、単純にちょっと犯罪手前だしね。愛しの血が欲しいんだよ、その。その私だってさ、その茂ってるまつげであってほしいのよ。生い茂っている。もう下まつげがさ、上まつ、あ、アンリちゃんかわいい。ほら、アンリちゃんパッチリおめめよ。欲しいんだって。欲しいのよ。それについてはもう初期からなんかのたまってる気がする。ウェドネスで。よしよしよし。実は私、ウェドネスで引いたことはないんだけど。引いたことないんですよ。交換でしか持ってなくて。待って。死んでも嫌すねじゃん。確かに。確かに、愛しの遺伝子ではある。ありがとう。いや、でも本当嬉しいです。愛しの遺伝子欲しいって言っていたから、ありがとうございます。あ、死んでもいいですね。死んでもいいです。ありがとうございます。でもちょっと、先生、本当に嬉しいんですけど、今、どちらかというと、弟さんに用があって、はい。ちょっと、そうですね。本当に差し支えなければ、お嫌でなければ、その、弟気味の方を、差し出していただけますと幸いです。全然、悪いようにはしません。ちょっと、レベルアップするだけです。あと、ストーリーとか見たりするだけです。本当にそれだけです。だからお願いします。愛しの血を追い求める私に、愛しリンクを、死んでもいいやすね。待って、これ。丁寧に断られてる。丁寧に断ってるの？どうして？キオラくんまで応戦してきた。待って、味方いなくない私。でも来てくれてありがとね。でもなんかおかしいんだよな、流れが。待って待って。弟は？ねえ。ああ、いるいる。確かにいる。確かにいる。ちょっとお星様が一個なかっただけ。うん。じゃあ、ある意味願いは叶っているのか。なんだよ。満足感ならある。満足感ならあるよ。あとはちょっとジェムを眺めて楽しみます。